こんにちは、 JP コンサルタント趣味の部屋です。今日は、私が、メキシコ人の人に教えてもらったケサディーヤという料理を紹介したいと思います。これはものすごく簡単なんで、多分小学生の子供たちでも作れると思うんですよ。だからおやつ代わりに子供と一緒に作ってみたりしたらば楽しいんじゃないかと思います。で、まずは材料からいきましょうかね。材料はまずは、パプリカと、トルティーヤと、あとチーズ、この3つだけあればいいです。教えてもらったレシピでは、トルティーヤとチーズで、あと、メキシコなんでハラペーニョなんですけれども、ハラペーニョを、国内で手に入れるの難しいんで、パプリカで代用したらばいいかと私は思っています。で、パプリカでは辛くないんで、ハラペーニョの代わりにならないよって思った方は、ハバネロパウダーが、カレーだとか、そういったスパイスのコーナーにどのスーパーでも売ってるんで、ハバネロパウダーをパプリカと一緒にかけてみたらば、そしたらば辛いということで、少し似たような雰囲気を味わえるんじゃないかと思います。辛くないんですけども、パプリカとこのチーズとトルティーヤの3つの組み合わせだけで、旨味だとかなんだとか味についてはかなり正確に再現できるんじゃないかと私は思ってます。それでは作っていきましょう。フライパンに油を引いたらば、これフライパンじゃなくてホットプレートでもいいです。そしたらばトルティーヤを1枚置きます。で、1枚置いたらばそこにチーズをかけます。チーズはどんなチーズでもいいんですけども、僕が教えてもらったやつはいろんなチーズの混じったミックスタイプのやつを使ってたんで、私も今回はミックスタイプのチーズを買ってきて上から振りかけます。で、振りかけたらばそこにさらにプラスアルファでパプリカを混ぜます。チーズをもり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 乗せてます。パプリカの量はお好みでたくさん入れてもいいですし、少しでもいいと思います。私の場合はこれぐらいの量でしょうかね。で、そしたらば今度はまたその上にトルティーヤを乗せます。トルティーヤはコーンタイプだとかフラワータイプ、つまりトウモロコシのやつと、あと小麦粉のものが売ってるんですけども、小麦粉のやつも全粒粉だとか普通の全粒粉でないものとか売ってたりします。いろんなタイプがあるんですけども、いきなりコーンタイプのやつ選ぶとちょっと日本人の舌には合わないかもしれません。だからまずは、全粒粉タイプのフラワー要するに小麦粉を使ったトルティーヤを買うのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、今のようにトルティーヤを乗せたとこたらば潰して中のチーズが溶けやすいような状態にしたらば、また上からチーズを乗せていきます。ホットプレートだとかフライパンの熱でトルティーヤに挟まれた間に挟まっているチーズがどんどん溶けていってます。フライパンのところでちょっとグツグツいってるの、チーズが溶けて外に出てグツグツいってるんですけども、大きなパソコン画面で見てる人には見えるかもしれませんが、なかなか携帯電話で見てる人だとかは見えないかもしれませんね。で、先ほどと同じように
チーズを乗せてパプリカを乗せたらばまた、はい、トルティーヤをかぶせます。で、押し付けたらば、そしたらば、このままやっていくと、このトルテ新しく乗せたトルティーヤの方のチーズが溶けないんで、ひっくり返します。で、ひっくり返すと今乗せたチーズやなんかがフライパンのところにすぐ直近に行くんで、チーズが溶けて、そちらの面のチーズ、新しく乗せたチーズがどんどん溶けていきます。はい、ちょっとトルティーヤの間からチーズが溢れてきているのが今ちらっと見えたんじゃないでしょうか。あとはこの作業を繰り返すだけです。すごく簡単でしょ。ただ単にトルティーヤ置いてチーズを乗せてパプリカ乗せてトルティーヤ挟んで、でひっくり返してまたチーズ乗せてパプリカ乗せてトルティーヤで挟む、これを延々繰り返すだけです。まあお子さんにやらせる場合にはホットプレートだとかフライパンで火傷しないようにだけ注意してあげてくださいね。多分目玉焼き作るよりもこの料理作る方が簡単なんじゃないかなと思うんですよ。この料理を教えてくれたメキシコの方にまあちょっと話を聞いたらば、メキシコでは普通におやつ代わりによく作って食べてるそうで、非常に簡単でメジャーな料理みたいですね。実はこれ動画撮る前に日本のホームページやなんかでこの作り方やってるかなと思ったんですけども、同じ料理なんですけども、もうちょっと凝った料理ばっかりが出てて、ここまでシンプルなものは出ていませんでした。どこまで重ねていくんだとこの動画を持ってる人は思ってるかもしれませんが、だいたいこれぐらい重ねていくみたいですよ。少なくとも私が夜勤で仕事をしている時にこの料理を作ってくれたメキシコの方はこんな風にして作っていましたね。なんか向こうでは専用の小さいこういったものを作るためのホットプレートが売ってるみたいですね。はい、また新しく乗せたチーズを溶かすためにひっくり返します。はい、これぐらいでいいですかね。そしたらばこのチーズが溶けたらば完成ということにしましょうか。それではお皿に盛り付けてちょっと切ってみましょう。中を切ってみるとどんな風に見えますか。チーズたっぷりなんでカロリーちょっと多い感じはしますけれども、まあそこら辺がアメリカ流というかメキシコ流ですかね。切り口はこんな感じで、まあハラペーニョ、現地ではハラペーニョ、まあ今回パプリカ使ったんでパプリカの緑、赤、黄色って色とどりどりが見えてとても綺麗で美味しそうに見えると私は思います。皆さんも食欲湧いてきませんでした。
どうでしょう。とっても美味しそうに見えます。あれ？それでは食べて実食してみましょう。ちょっとよだれが出てきちゃってます。私もマジうまいんですよこれ。少なくとも僕の舌にはとっても合ってます。グッド。パプリカの味がとてもいいですよね。チーズとパプリカ相性が結構合ってると思います。ハラペーニョでやっぱし食べたかったような気もしますけれども、ハラペーニョ皆さんにはちょっと辛すぎるかもしれませんね。食べ慣れないとちょっと辛すぎるってみんな言いますんで、まずはパプリカで試していただきたいと思います。うまい。カロリーが多いかもしれないけどやめらんねえぜ。やっぱしこのカラフルなところがね、やっぱしちょっと食欲が刺さってきますよね。うまうま。さて今回は、メキシコでメジャーな料理、メキシコ人の人から夜食として振る舞ってもらったケサディーヤを皆さんにもご紹介いたしました。とっても美味しい料理なので、またもうとてもとても簡単でお子様でも作れるような料理なので、ぜひともご家族で楽しんでいただけたらばと思います。こんだけ簡単な料理なので、学祭だとかの出し物として出すのもいいんじゃないかと思います。私のこの動画がきっかけで、露店でこうたくさんこういった出し物がケサディーヤが売られるようになったらば嬉しいんですけども、その場合には私にもちょっと還元してちょうだいねっていう感じですかね。これだけ作っても先ほどのトルテイヤはかなりまだ残ってます。まだまだたくさん作れます。それでは本日はケサディーヤ、親子で作れる超簡単メキシコ料理ということで動画を作成させていただきました。ご視聴ありがとうございます。またのご視聴をよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。